なんか社長が一瞬なんか、ほら、この前のその企画会議で話しとったなんか TikTok ライブをやってほしいみたいなこと社長言いよったやん。で、なんかその毎日やるの微妙って言っとったんですけど、これなんでかっていうと、10日間生配信の時にメンバーがいやいややるような見て嫌やったやろ。ね。俺コメント見とったけんわかるけど、みんながいやいややるよう配信見たくなかったろ。やけ言ったっちゃん。別に配信得意なやつがやればいいっちゃ。やけん別に俺とかは全然するし、そうそうそう。別に配信そんな苦手じゃないけん。適材適所あるけん。わざわざ5人を無理やりここに組み込まんでいいわけよ。やりたいやつとか、向いとうやつがやればいいわけよね。俺は TikTok ライブやります。別に毎日やるわけじゃないし、まあ、なんかたまにパッてやりたい時にペッてつけて。で、俺これずっと悩んどったことがあって、俺多分配信で言ったこともあったやん。リスナーの住み分けですごい悩んどうっていう話を多分昔したことあって、その、俺もちろんみんなの相談にはね、もちろん答えたいわけよ。もちろん答えたいけど、ここの奴らの中には、その長文がうぜえって奴らももちろんおるわけよね。俺どっちの気持ちもわかるっちゃん。こっちが普通になんかくだらん話とか、下ネタとかでワイワイはしゃぎたい気分の時に、長文の相談とかされて、俺がそれで答えとっても気分上がらんやん、わかる。それうざいって思う、お前らの気持ちめっちゃよくわかるわけよ。けど、相談したい奴の気持ちもわかるっちゃん。どこにも相談することがなくて悩んでしまっとって、こいつとかやったら、あんま気兼ねなく相談できるけん、相談しようって、なんか楽になりそうやし、みたいな気持ちもわかるわけよね。やけん、普通住み分けようと思っとったっちゃん。で、普通俺 TikTok ライブで相談乗るけん。そう、でもこっちで相談タイム作ろうと思ったら、でも一個の媒体けんめんどくさいやん。俺別に TikTok でやるけん。俺から、そのなんか、ファンサ受けたいやつは、TikTok ライブに来てほしい。で、別に、俺と同じ目線で話したいやつは、こっちに来てよ。それよくない？だけん、こっちで名前呼んでとか言われたら、俺、マジで仕方するけん。普通に。そういうの、こっちで求めてないっちゃ。こっち、家なわけよ。こっちが家で TikTok ライブは、職場なわけよ。あっちでもちろんめちゃくちゃファンサスだよ。そう、全然いいよ。そう、相談乗るよ。お前らの相談。もう俺無限に乗っちゃうよ。長文をいくらでも送ってくればいい。だけど、TikTok ライブで長文を送っとうやつに文句言うのはなし。それで、こっちに長文を送るのはちょっと控えてほしいかな。どうですか、これ。だけど、お前らも逆に長文普段うぜえわって言ったお前らも悩み事あるやん。俺知っとうぜ。知っとうじゃん。そんなお前らも悩んどうことあるやろ。だけど、そういう時は、なんかキャピキャピしたふりして TikTok ライブこっそり来い。バレんけん。喋り方さえ変えればバレんちゃけん。こそっと来い。ね、キックとか言おう。知っとうぜ、俺は。なんだかんだお前らに悩みがあることも知っとっちゃけさ、もう乗るやん、全然。こっちで JK のふりして来い。